東京高橋大作選手です。2走してご自身では感触いかがですか？いいと思います。準決勝は短期戦でしたけども、はい、どのような作戦だったんですか？あまり作戦は立ててなかったんですけど、短期だったんで、できれば先手の切れ目は欲しかったんですけど、そのようになったんで、良かったですけど、そこからちょっとあんまりね、あれだったんですけど、結果2着だったんで良かったです。決勝戦はどのように戦いますか？初日同様、関東3番手で頑張ります。では最後に意気込みをお願いします。はい、あと1走、全力で頑張りますので、よろしくお願いします。